から見た時も絶景だと思ったけど、近くで見るとまた一段とすごいね。ええ、やはり寒い地域だから紅葉するのが早いのでしょうか。そうね、地元ではまだここまで色づいていなかったもの。ほんと、いいとこだよね。昨日の MV 撮影も順調だったし、わざわざ自由時間まで作ってもらっちゃって、はるみさんにはほんと感謝だよ。そうですね、おかげでゆっくり観光もできますし。ところでリサ、さっきからスマホで何を撮っているのかしら。ああ、これ Vlog をやってみようと思って。 Vlog？ なんて説明したらいいのかな。 Vlog は日常の出来事とかを映像に撮っておく動画のブログのことだよ。思い出にもなるし、いい感じに撮れたらファンの人たちにも喜んでもらえるかなって。なるほど、そういうものがあるのね。さすがは今井さん、ファンのことまで考えているなんて見習わないといけませんね。いやいや、そんな大層なものじゃないって。ねえねえリサ姉、動画撮ってるの？じゃあさ、こっちこっち。落ち葉をこうしてバッてしたら炎の魔法みたいじゃない？いいね、かっこよく撮れてるよ。見せて見せて。ほら、こんな感じで。ああ、やっぱ動画だとバッテリー減るのは早いな。アコモバイルバッテリー持ってるよ。本当？助かる。アコモゲームしてるとすぐなくなっちゃうから。だよね、私もモバイルバッテリー買おうかな。二人とも自由時間を満喫していますね。ええ、昨日はハードだったし、こうして英気を養うのも大切なことだわ。この後はまたバスで駅に向かうんでしたよね。はい、まだ時間はありますが、万が一バスに乗り損ねると大変ですし、そろそろお土産を買いに向かいましょうか。そうね。今井さん、宇田川さん、そろそろ行きますよ。全部味が違うんだ。モカが面白がりそう。青葉さんにですか？うん、ほら、前にバカンスのお土産もらったからお返しに。ああ、あの時の。よし、私はこれで全部かな。ユキナたちは買い終わった？私は買い終わったわ。これで？リンコ、どうかした？アコちゃんが見当たらなくて。そういえば、先ほどから姿を見ていませんね。どこに行ったのかしら。あら、あそこにいるのは。ああ、いたいた。なんかおばあさんと話してるみたい。そうね、私が行ってくるから、リサたちは先にバスに向かってちょうだい。そう？別に一緒に行くけど。大丈夫よ、リサは荷物も多いし。ああ、それもそっか。それじゃあユキナの荷物も先に運んでおくよ。ありがとう、また後で合流しましょう。オッケー。アコ、どうかしたの？ああ、ユキナさん、もしかしてもう時間ですか？まだ大丈夫よ。それより何か困っている様子だけど。そのおばあさんが財布を落としちゃったみたいで、一緒に探してたんです。そうだったのね。そういうことなら私も手伝うわ。